皆さんこんにちは。時刻は1時半を回りました。部屋活幸せの鍵はお部屋次第の時間です。この番組では住まいコンサルタント前見咲子が毎回お部屋にいいことエッセンスをご紹介しています。メッセージ募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com またツイキャスト、YouTube ライブでも配信してます。そちらからコメントどしどしお願いします。同時放送でリスンラジオもお送りしてます。どれも FM ギノワンホームページから入れます。いろんな形でお楽しみください。4回が限界ですね。疲れてきましたね。よっしゃー。いいですね。ごくんちょ。ごくんちょ。すごい。よっしゃー。共に頑張ってる感じがありますよね。なんか何かをやりきった感ありますね。面白い。すごい。そっちより。あ、そっか。でも今のこの学生さんたちは卒業ではないです。次。じゃないです。3年生。3年生があるんですね。そうなんですよ。3年生あります。そうそう、建築だけ3年が3年があるんですね。そっかそっか。そうなんですよ。有効ボードの方もう一回、はい、見とこう。これこうやって見せる、こうやって見せていいんですか。ですね、はい、はい、多分いけます。あー、いやー、2月は楽しみですね、これ。あ、じゃあ開けますね、うん、開けますね。はい、2月最後の週になりました。なんか、はい、なんでしょうね、なんか疲れてるんですけど。本当お疲れ。いやいや、まなみんさんこそ2月も下旬になると2月もそうですね、下旬になって疲れているのか、はい、収録4回目だから。共に収録を頑張ってくれた、ね、戦ってきたカブボーイさんが、はいはい、今日もいらっしゃっております。ありがとうございます。ひふみさんもありがとうございます。はい、続けてごくんちょということでありがとうございます。はい、カープボーイさんからよっしゃ。本当よっしゃですね。ちょっとやっぱり4回が限界ですね。限界ですね。ここが多分境目かもしれないですね。そうですね。はい、ラインですね、はい。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、ワンワンワン。そろそろ卒業式に向けて卒業式の練習でもしてる頃ですかね。そうですね、あの2月26日っていうと、はい、そうですね、そういえばうちの娘も卒業ですか。卒業なんですよ、小学校6年生小学校卒業で3月の確か小学校だから、うん、後半かな、うん、後半かな。ちゃんとスケジュール書いときよっていう話なんですけど。ちょっとわからない。後半かな、うん、ありますね。はい、はい、ね、そっか、もうそんな時期になるんですね。うん、ね、になるともう多分おそらく FM ギノワンの改修工事も、うんうん、そうですね、後半戦で多分どこまで、まあ、あの経験上ですね、はい、私は、うん、多分間に合わない間に合わないって言いながら、うん、めちゃくちゃ、はい、あの徹夜で頑張ってる頃じゃないでしょうか。あ、なるほど。もう全然あのコンプライアンス関係なしに、はい、追い込みが来てる頃ですね。そうですね、はい、パワハラとか関係なしに追い込みが来てる頃じゃないでしょうか。はい、あ、まあ、どんな、ね、この3月になってそうです、ね、どう生まれ変わるかっていうのは皆さんにもぜひ。そうですね、楽しみですね、はい、なんかでもちょっとだけお話聞いたんですけども、うん、素敵、すごい素敵そうですよ、あのひふみさん、うん、楽しみです本当に、はい、皆さんぜひ。なのに、ちょっと待ってくださいよ、ここの収録場は触らない、はい、触らないことになっています。なるほど、はい、いや触りたいな、ちょっとでもいいから、なんか私、はい、あの外の作業、なんか間に合わないので外の作業やらずにここやってるかもしれないですね。あ、もしあれだったらなんかあの、はい、なんていうんですか、力仕事で外でちょっと最初に腰があーとかってなったらちょっと中でいいですか、スタジオの中でコロコロコロみたいな、ちょっとマジでなんか、はい、あの、なんていうの、生徒さんでこう、はい、なんかね、あ、そう、できそうな子いたら、はい、あ、
パワハラ使ってパワハラってパワハラ使ってですね巻き込んでですね、はい、ちょっと巻き込んで、はい、生徒さん巻き込んでやりたいなという、はいはい、あでもいいですね、うん、でも本当にねこの2月の放送でも、はいまあ、ここで収録してるってこともあって、はい、あのこのスタジオの、はい、どう変えるかみたいな、そうですね、はい、ちょっとでも話がすごい盛り上がって、はい、いやでももう、はい、あの可能性無限大ですよ、だってまっさらですからねでも本当にね、この、うん、今、うん、動画で見てる方からしたらさっこさんの後ろ、はい、もうなんて言うんですかこのてん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 しかない状態、そうですよね、はい、私雑風景とか、まあ、いい意味で言えばすっきりですけど、はい、ちょっとすっきりしすぎてるのと、私実は、うんはい、あのなぜここが苦手だかというと、うんはい、苦手っていうか、うん、あのそわそわするかというと、はい、私あのあなんていうんですか、つぶつぶ恐怖症で実はあ、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、4回目にしてはい、つぶつぶ恐怖症で、はい、穴穴恐怖症なんですよ、うん、実は、はい、これじゃあちょっとね、穴穴恐怖症の人からしたら、そうですね、囲まれちゃって、はい、ちょっとあの久しぶりに忘れてたんですけど久しぶりになんか、はいはい、落ち着かないなってそわそわするなと思ったら思い出しました、穴穴恐怖症でしたねひふみさんからのご提案が来たんですけど、鈴木教授は全部壁黒に漆黒ですね、漆黒、闇じゃないですか、闇はちょっと漆黒は漆黒でなんかちょっと怖そうですけどそうなんですよね、そうあのこの有効ボード、そう、はい、あの今日の話題なんですけども、はい、そのこのね、てんてんてんの有効ボードを、はい、こう可愛く、うん、なんかおしゃれな感じにできないかなっていうお話を、はいはいはい、それこそあの、うん、もう私も普段ここのスタジオも使うことあるし、はい、であの大きい生放送するスタジオも、はい、この点々点がある壁があるじゃないですか、はい、防音で、はい、あれを見ながら日頃からなんかこれどうにかならないかなって思ってたんですよ、でももう、ね、なんだろう、どうにもならないものとして見てたので、いや結構 DIY で有効ボードって、はい、ね、あのご存知の方多いと思うんですが、うん、使われるんですよね、うん、例えばこう、ね、穴がちょうどあるので、はい、こう何か壁引っ掛けたりとか、うんはい、飾り棚としてこう使ったりとか、うん、もうね、いろいろこう引っ掛けたりしやすいので、うんうんうん、飾り付けに使ったりとかって DIY でやる方多いんですよ、はいはい、だからなんかそっか、じゃあここも、ねうんうん、例えばじゃ何か引っ掛けて、はい、そうですそうです、いろいろ飾っていけば、はい、それだけでも少しは、はい、おしゃれになる、そうですね、おしゃれになります、うん、その前にちょっとそうですね、はい、画像を探してて、そう、はい、今日はちょっと画像ね、あのラジオの周波数でお聞きの方は申し訳ないんですが、はい、こう画像では見せようかなと思うんですけど、はい、なんかもうすっごいコテコテなんですけど、うん、やっぱりこう仕切られた空間、はい、結構閉職恐怖症の方って多い、うん、あなんか巷ではなんかそうそう、ね、多そうな、あの私の周りにも数人いらっしゃって、うんはい、その方向けにもしその方がパーソナリティになった時にはこういうのはどうでしょうかっていうことで、はい、偽風景が自然の風景を切り取った、はい、窓額縁付きっていうことでどうでしょう。おアマゾンってかね。アマゾン。ごめんなさいね。アマゾン。あ、でもすごいこれ、あの なんていうんですかね、ラジオで聞いてる人に説明するとしたら、なんか窓枠そのものがまず描かれてて。今顔がすごいことになってます。そうです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 。その向こう側に、はい、あの。めっちゃ綺麗な、そうなんですよ、原っぱが広がってる、これは絵ですか。絵です絵です、まるでこう窓があるような感じで、はい、のこれの海バージョンとかですね、はい、いっぱいあるんですよね、はい、いろいろ結構、はい、海バージョンとか、はい、あとマッチバージョン、うん、マナミンさんなんか海がお好きみたいなので、はい、なんかこんなのどうでしょうかみたいな、ね、すごい海ですねすごいですね、窓を開けたら、うん、スタジオの窓からは海がはいね、え果てしなく広がってますみたいな、はい、これでも、はい、うーん結構、まあ、あの面白い感じで、はい、こうわ笑うイメージではあるんですけど、うん、でも本当にずっと仕切られた空間にやっぱり人っていると、うん、どうしても
心理的に、うん、はい、影響が出てくるので、はい、うん、あのこういった外の風景、自然の風景を見るっていうだけでも、はい、うん、すごくいいかなって、はい、思います、はいはい、あとはあなんかあの、はい、コメントも来てますね、ありがとうございます。探してる間に、はい、ヒーフミーさんから、わかる、みんなつぶつぶボード使いがちでも、ね、ワンは安易すぎて使いたくないなって、うん、あ、そうですよね、そのプラス、うん、先を行きたいんですね、はい、ひふみさんは、あ、さすが、なるほど、さすがでございます、はいはい、カープボーイさんからも、それだったらグリーンバックにしてデジタルでやった方がいろいろできるんじゃない、うん、あ、でもそうですよね、確かに将来的にそれもいいかも、ね、これできるんですか、できるのかな、あ、でも、あ、そっか、ズーム、でもズームで、はい、あ、そうそう、ズームでバーチャル背景、うん、に、バーチャル背景だったら、でもあれなのか、いや、あ、でも意味あります、あります、うん、あ、でもズームでツイキャスをこう映せばできますね、いいってことですよね、はい、うん、バーチャル背景で、あの県外の方がよくやってるような感じでってことですよね、あ、そしたら背景決められる、いいかも、いいかも、あ、でもカープボーイさん、こっちのパーソナリティ、こっちにいらっしゃるパーソナリティの方のこのちょっと心理になっちゃうんですよね、スタジオを直接使う人の、そうなんですよね、はい、っていうことで、はい、あの、そうそう、かけるとしたら、うん、フックとか、はい、あとは壁でね、面白いのが、うん、なんだろう、ちょっと待ってよ、はい、飾り付けでなんかライト飾、なんかライトを散りばめてもいいですよね、ライト、あ、なるほど、あ、この穴にちょっと、うん、はい、ちょいちょいちょいみたいな、引っ掛けて引っ掛けてっていう感じで、でもそう考えると、うん、なんだろう、何かを引っ掛けたりとか、うん、そうやって取り付けることができるってなったら、うん、結構可能性広がりますよね、はい、そうですよね、可能性が、うんうん、そうそうそう、なんかパンチング、あ、そんな感じが、そうですね、DIY だとパンチングボードって言われてるんですね、そっかそっか、グリーンとかもね、はい、こう、あ、緑のボール、うん、ちょっと待ってください、はい、こういうのでも、あ、色も結構あるんですか、うん、あ、色、いや、色は、はい、塗らないとダメですね、うん、あ、なるほど、あ、はい、自分でじゃ塗って、はい、そうです、ですね、はい、グリーンボール、ちょっと、はい、ひふみさんから、進撃の巨人が覗いててもいいやん、あー、すごい、ま、窓からですか窓からいいですね、面白そう、進撃の巨人、はい、誰が書くかっていうお話に、そうですね、どう書くかっていうお話にもなる、あ、グリーンウォール、はい、例えばなんですけど、うん、ま、グリーンウォール、こういう、あ、お、ね、こういう感じで、はい、こう、まあ、うるさくならない程度ですね、はい、うん、お、やっぱお部屋、うん、うるさくならない程度にやってもいいのかなって思いますね、はい、なんかお部屋感覚 の、うん、あのイメージで、はいはい、うん、とこの部屋を、ね、はい、雰囲気使ってもいいですし、うん、やっぱり、うん、どんな気持ちでこの部屋でこうやっぱり喋りたいかっていうのをイメージしながらやるといいかなって、はい、でもカープボーイさんがおっしゃるようにこう、ね、一つなんか偏っちゃうとどうしてもね、うん、あのそういったのが、はい、うん、まあ、いろいろパーソナリティさんでこう、ね、考えるのは違うと思うので、うんうん、あまり固定せずに、だけどこう季節感とかイベント感が作れるような、はい、あの部分をもう作っちゃってもいいのかなって思います、はい、はい、あ、いいですか、あ、すみません、確かにここに、うん、じゃあ例えばなんかいろいろ飾れる、なんか例えばちょっと棚じゃないですけどみたいなのを作ったら、うん、クリスマスになったらそこにクリスマスの小物を置いてとか、いいそういう感じですよね、いいですね、うんうん、なんかリスナーさんにはちょっと見えないかもしれないんですけど、あ、でもちょっと見えるか、うん、見えますね、はい、ちょっと壁見えます、うん、見えない場合でも、うん、やっぱパーソナリティさんが見るだけで、あ、クリスマス感だねみたいな感じで、うん、なんか話題が、ね、はい、作れるようなのもありますもんね、の方がなんかやっぱ、ね、うん、こんな殺風景よりは、うんうん、なんかそういうちょっと小物とかがあった方が、うんうん、なんか気持ちもほぐれるじゃないですけど、そうですね、なんかちょっと、うん、あるのかなって思いました、ね、うん、あります、ひふみさんまた2回目漆黒どうし、ひふみさん、ひふみさんお家漆黒なんですかね、お家漆黒なんですかね
あでもひふみさんの番組ですよね、いつも暗いの。あ暗い、はい、暗いですよね、うん、そか あの感じ、あの感じですか、ひふみさん。でもなんか確かにここも例えば夜に、うん、でも怖いな、なんかこのさっき言ってたみたいな間接照明とかで、うん、ちょっとあのこの直接照明は消して、はい、間接照明だけで収録するとか、うん、いいですね、怖そうですけど、いいですね、でも、はい、でもなんかそんな感じでやってもいいのかな、うん、いいと思います、はい、いいと思います。そうそう、8月とか例えば怖い話するときとかね、うん、ここだけにね、はい、あの置いてから、うん、あの話するとかっていうのもいいですし、はい、後ろやっぱり どうでしょう、はい、あのひふみさんの漆黒以外で、うん、あの後ろの背景のこのカープボーイさんもなんかこうこれ扉になってるんですが、うん、はい、何かうまい使い方ってありますか、ね、よくねこのどうしても背景がね、ここ背景になることが多いと思うんですけど、ね、この収録の番組とかって、うん、ってなった時になんか今はやっぱこのなんだろう、ドアの枠がね若干アクセントにはなりつつも、うん、あうまい言い方、アクセントになりつつと、はい、はい、でもやっぱちょっと殺風景なので、うんうん、なんかね例えばこことかに季節ごとに何かやるだけでも変わるのかなってちょっと思ったり、うんうんうん、そうですね、うんうん、変わる、あじゃあ、はい、あの手始めにこの締め縄、はい、あ、じゃないや、2月だ、3月、3月だと何でしょう、はい、3月だとひな祭り、ひな祭りだ、はい、そうですね、ひな祭りのイメージするものとか、はい、ね、やってもいいかもしれないですね。ちょっと話変わるんですけど、はい、あの私が通勤してる途中の会社で前に、はい、うん、あのシーサーが2つあって、うんうん、ついで、うん、でそのシーサーが季節ごとにあの着替えるやつがいるんですよ。あー、わかるわかる、わかります、わかります。あんな感じでちょっと、うんうん、なんていうんですか、ここもいいですね、季節ごととか、うんうん、なんかちょっとね、なんかイベントごとの時には、うんうん、変えるとかってやってもいいですね。いいですね、いいですね、はい、いいと思います。うん、うんうん、はい、あ、カープボーイさんがハロウィンに行くとかよかったら見に行くわ、さすがにその部屋までは手が回ってないわ。手が回ってないらしいです。ハロウィンの時とかはね、うん、この外は頑張るんですけど、うん、やっぱちょっとこのスタジオはそうです、ね、今クリスマスのがまだ残ってるクリスマス、そうですね、クリスマスと、はい、はい、そっか、じゃあこの4面とこの後ろ、はい、後ろが本当にやっぱ季節感が感じられると、うん、ちょっとなんかまた楽しい、はい、あのなんつうか見ても楽しい雰囲気に、うんうん、なるので、ちょっとなんか、はい、いいアイデアだったら考えときますね、はい、あ、ありがとうございます。工事中にのそっと入ってから、はい、なんかナチュラルに、はい、気づいたら変わってるみたいな、そうだ、気づいたらあれ色が変わってるみたいな感じで、はい、はい、うん、いいのかな。あ、でもそうですね、確かに、うん、何かそういうアクセントがあるだけで、うんうん、まずは雰囲気変わりそうな気がします。そうですね、本当にアクセントが一面だけでもいろいろ、はい、あるのかなっていう感じです。はい、はい、ひふみさんからすれば冒頭でコメントがあったんですけど、うん、ビースタを簡単にいじるなら6面をルービックキューブ色にするかな、どこどこのが一番最初らへんのコメントが来てたんですけど、はい、あ、そうなんですね、はい、6面、6面を6面多分上も、あ、なるほどね、いや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 、今なるほどねって言っちゃったんですけど、いやいやいや、いやもう落ち着かない、究極いくま今の空間よりも落ち着かなくなりそうな色もね、あのルービックキューブ の原色だったらなんかちょっとおーみたいなもうなんかひふみさんってこう、はい、漆黒か、はい、デハかどっちかの感じなんですね。そうですね、どちらかに分かれてる感じがしますねどっちかの感じなんですね、はい、
あと、まあ、もうちょっと時間があるので、あ、ありがとうございます。コメントを拾っていくんですけど、はい、カープ、あ、カープボイさんじゃない、ひふみさんから、うん、あの部屋の飾りといえば、うん、ファン付きの照明、あれをいつか取り付けたいなっていうコメントもありました。へえ、お家の方にですかね、うん、お家にですかね。へえ、ちょっとそうそう、あ、お家にですよね。あ、いいですね、はい、うん、でもファンとこのファン付きのこの、はい、ライト、このくるくる回る、はい、うん、ライトつけるだけでおしゃれ感というか、なんか雰囲気がガラッと変わる、はい、変わりますよね。結構私どこで見たかな、あ、あっち、この間あの何ですか、熟女のから騒ぎじゃなくて、何でしたっけ、あの人妻のから騒ぎ、近いよ、木曜日、やばい、ママの熟女やばい、カリンさんたちに怒られる、やばい、かなこさんたち怒られる、やばい、黙っといてください、やばい、今何でしたっけ、人妻のから騒ぎ、悩めるママごめんなさい、悩めるママ、ママが人妻になって熟女になっちゃったあの悩める、はい、ママのだ、ママの、失礼しました、ママのから騒ぎ、はい、あのやばい、聞いてるし、みんなやばい、出てこないで、埼玉の郷さんはははって、やばい、浮気出てこないで、やばいあの、はい、ですね、何か言ったら、そうそう、かりんさんの、はい、かりんさんのちょっとお家にお伺いした時に、そう、あの、はい、ちょうどファンが、ファン付きのライトが回っていて、はい、多分あの照明器具変えたって言ってたので、はい、賃貸なんですけど、あ、全然こう雰囲気変わるなっていうなのが言いたかったのに、はい、やばい、話が別のとこ行ってる、そこが今あれしてしまった、ゆみさんから怒られるとき、はい、ゆみさん、ぜひあのファン付きの照明早くつけてください、話かよしてるぜひ、ふみさん、じゃあファン付きの照明で漆黒なんですか、ね、すごいですね、すごい、なんかちょっとファン付きの照明で漆黒、なんかアンティークな、なんかなんていうんですか、そうですよね、なんかちょっとそんな感じのイメージが私は、でももう漆黒だったら、どうせだったらもうミラーボールつけた方がいいんじゃないですかもうあのミラーボールをちなみになんかもしこのビースタにミラーボールとかつけたらどうなるんですか、めっちゃいいんじゃないですか、めっちゃねえ、ね、ひふみさん、ひふみさんどうですか、ね、あのこの傾向というよりかミラーボールつけた方がね、ミラーボール、常にライトがこうくる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 キャンさんがなんかこのミラーボールではないけど、はい、なんかあの照明、はい、こういうくるくる回るやつを、あのね、サイド、はい、持ってるんですけど、見たことあります、あります、あれっぽいやつを、はい、いいと思いますよ、ビースタ、ね、そしたらちょっとなんか特別感のある、はい、ビースタ収録になるかもしれない、いいですね、それあってもいいと思います、うん、ブラックライトも、あ、ブラックライトもつけようかブラックライトつけたらなんかすごい、ね、もうなんか笑ってる歯とかもう全部ね光ってるみたいな、みんななんか白いとこ見てるキランってこれはこれでも面白いかも、そうですね、うん、ハロウィンの時やったらいいんじゃないですか、ね、確かにブラックライトね、うん、いいかも、そうですね、うん、ハロウィンの時、そっか、ハロウィンの時の、あ、めっちゃひふみさん、はい、ナイスアイデアですよ、なんかそうそう、この、 あのオープンのところのラジオ番組は通常の番組をやりたい人と、はい、うん、ここはちょっと変わったラジオ放送をやりたい方向けにやるのもいいかもしれないですね、はい、ですね、すごい、うん、今回でなんか機能性がちょっと上がれてきた、はい、そうですね、そう、なんかここのスタジオ今までやっぱ収録でしか使うことなかったので、はい、なんかあんまりなんていうんですか、このそっか、有効活用というか、はい、いろんな、うん、要望がないというか、あ、なるほど、でやりたがる、なるほど、はい、あ、じゃあ私今度あの増やしてきましょうね、はい、そうそう、明かりの検証とかこっちでもやりたいので、はい、いろいろありがとうございます、はい、ここでちょっとやる方法を考えていきます、さっこさんがちょっとね、うん、実験を番組でする時の放送は、うん、はい、実験は、はい、ここからで、はい、はい、壁も使ってちょっと飾り付けとかも、うん、はい、考えていきたいなと、あ、でもいいですね、うん、思います、はい、はい、ということで、はい、あっという間にお時間になりました、ありがとうございます、すごい、はい、あの、ね、収録にもかかわらずありがとうございます、はい、カープボーイさんに関しては、4週に続いて、もう本当です4週に続いて、はい、あの耐久性、はい、なんかねマラソンみたいな感じで、はい、どっちが、はい
ありがとうございます。でもおかげで私も普段なんて言うんですか、こんなにビースタと向き合うことが、うん、すごいなんか向き合いました。そうですね、私も初めて入ったんですけど、はい、初めて入ってつぶつぶがちょっと苦手で、はい、あったんですけど、この数時間でいろんな学びが、うん、そうなんですよ。ひふみさん収録も今回で終わりなんですよ、はい、です一応ここに2時間いたんですよ、2時間以上2月分全部撮りました。はい、ということで、でまた多分生放送戻ってくる頃には、はい、いろんなところが FM 議論は、いいですね、新しくなってると思いますので楽しみです。はい、ぜひお楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。ということで、来ていただいた方もありがとうございます。ありがとうございます。いや、面白かった。いや、よかったです、面白くね、面白い。皆さんもありがとうございます。こんなに参加していただいて、ね、本当ですね。でも本当になんかこのやっぱ今回2月の収録をしないといけないってなって、今ここも結構フル活用してるんですよ、はい、ってなった時にいかにやっぱここも居心地よくするかっていうのをなんかすごい突きつけ突きつけられてます。もう入った瞬間に塗装、はい、まずそうですね、塗装ができたらいいな、やります。全然やります。終わります。はい。